良い子の皆さん、こんにちは。政治アナリスト、政局ウォッチナウチャオです。この時間は、印在市長選挙、昨日7月21日に行われた、 えー、現職を新人藤代健吾さんが破った選挙と石丸慎二さんのあの都知事選石丸現象の、えー、共通点みたいな話をしていきたいと思います。えー、まずですね、えー、どういった選挙だったかっていうと、えー、千葉の印西市長選成田の隣のベッドタウン千葉ニュータウンの、えー、エリアにありそして Google ググのデータセンターが昨年4月にやってきた大変税収と人口増の、えー この激戦の、えー、人口10万人ぐらいのこの印西市長。 選挙なんですけれども、有権者は8万6000人ぐらい。そして、えー、昨日7月21日に即日投開票されました。序盤の情勢はですね、なんと JX 通信、米重さん、そして千葉日報が、えー、やった14日15日の情勢調査ではですね、現職板倉さんがリード、続く今回市長になった藤代健吾さん、そして中澤さん、野崎さん、 が、えー、追うといったような展開だったんですが、えー、蓋を開けたら、なんと藤代健吾さんが、えー、初当選を飾りました。で、その初当選、なんで藤代さんが、じゃあ、序盤の、えー、情勢を覆して、新人が行ったか、まあ、そういった背景について話したいと思うんですけど、やっぱりですね、石丸前石丸後、 つまり、都知事選の石丸信二さんが、えー、誕生した後と後ろつまり、えー、石丸さんが小池さんには敗れたものの堂々の160万票超えのあの2位を飾った後と前とではですね、世の中の選挙の風景、雰囲気っていうものが非常に私、変わってきたと思うんです。でそんなな中で、でやっっぱり、えー、この2位になったですね、えー1 石丸さんに共通するこの、今回、えー、藤代さんの、えー、得票がね、やっぱりすごいなと思いました。藤代さん、えー、12,317票で当選。板倉さん、9,786票、えー。現職が、以上ね、3,000票弱。 話して勝ったわけですね続く中澤さんが8,097票野崎さん7,074票、えー、松本百合子さん3,500票、えー、大崎悠介さん1,374票ということで藤代さんは国際経営力銀行税ッグなどを経て現在は主に自治体コンサル青山社中なんかにもね民間企業を辞めた後 あのジェビックの後行かれてその後ご自身で制作シンクタンク的なことをやってらっしゃいました、まあ、自治体コンサルとして活動し、えー、お,おじい様が昔旧町の頃の村長さんこの院在のねやられてたりお父様が。 えー、委員在の市議会議長などもやられた方で、ご本人は政治家経験はまだなかったんですけれども、これまで自治体コンサルとして様々な自治体の首長らともお仕事されてたという経験から、実際選挙戦はですね、えー、市場なあての東市長、それから、えー、千葉の えー、副市長だったズ塚市長、今度ね、ご自身の地元で選挙に出るようですし、それから、えー、今人気の足屋の高島市長などもね、応援に入られていました。そして、えー、今回非常にね、この中沢さん、野崎さん、えー、 3位、4位と情勢調査でも言われていた候補者、中沢さんは2016年にも市長選にも挑まれ、えー、野崎さんはですね、えー、経産省出身の、えー、最年少候補、 20代の候補でした、まあ、こういった有力候補有力新人を差し置き藤代さんが勝ったこの原動力一体何だったのかあの一言で言うと本当にハイレベルな戦いでえ本当にわずか10万ちょっとの、えー、人口で、えー、あるながら板倉さんもなかなかどうして現職で77歳で高齢多選ではありながら立派な、ね、方で結構動画で見ててもお元気なんですよね。なので ただ単にこういわゆる高齢多選批判みたいなのも的外れな雰囲気を持つ、えー、優秀な現職首長がいましたそこを差し置きじゃあなぜ藤代健吾さんがやっぱり当格を出してきたか、えー、まああの圧倒的なやっぱり SNS からも漏れ伝わるようにあのちゃんと選挙戦を組み立てられてたなとそしていち早く出馬表明をされて活動を をしてきました、えー、新人の中では一番、えー、出馬表明が早かったと思いますしそれから sns などの準備もよくしてましたね軍師もですねつくばのあの五十嵐市長の、えー、側近軍師がついてたように思いますなのでまあそういった方々のバックアップもありまあ あの盤石な布陣が取られてたのかなと SNS 見ててもすごいそういう準備をしている感じはありましたねそれからまあ実際やっぱりあの自分の情勢は現時点での通信簿とよく言いますけれどもやっぱりこの首長になるにあたって首長を意識してきてからの経歴なんでしょうかね。ジェビック の、えー、金融から青山社中政策シンクタンクに移り、えー、その後ですね、あのー、やっぱり、えー、首長らとも仕事全国の自治体首長らと仕事してきたことを引っ下げて、えー、実際その首長の方々が、えー、まだね政治経験政治家としての経験はないんだけれども藤代さんのところに応援マイクを持ってわざわざ印西までやってきている、まあ、遠くは芦屋そして 大阪のね、えー、当時外務省から20代でやはり市長になった、えー、当時の最年少市長と言われた東市長などもね今2期目ですけど入られたりしていました、まあ。そういった方々が入られて マイクを握ってて応援していると、まあ、そういうこう新しい風まあ、もしかしたら有権者の方も、えー、まあ藤城さんが首長になったらそういったいろんな全国の自治体とも自治体間交流がしていただけるんじゃないかとかそんなことを思ったかもしれません。そしてやっぱり、えー、板倉さんと、えー リードは板倉さんと言われたんですが最終盤、そして土日の、えー、もう最後そして日曜日の当日の投開票で無党派層が一気に藤代さんの方に流れたんじゃないかなというふうに見ています。であとですね、もう1つやっぱり注目なのが、えー、やっぱり選挙は諦めたら試合終了ってことを今日はちょっとお伝えしたいと思います。えー 選挙戦なんですけど藤代さん本当に最終最後までですね、えー、SNS であの夜も、えー、駅頭のような,みなす街の中で立ってたり、まあ、そういった、えー、政策のマニフェストの 動画などを貼ったり、あと最後23時半ごろにですね明日はどうぞ選挙に行ってください、まあ、これよく定番で知事選でも衆院選でも首長選でも激戦な選挙だと候補者が明日は必ず選挙に行ってねと23時59分までネット選挙は可能ですからそういったあ SNS をバンバンンと上げてましたあと今回、えー、イオンモールでもね期日前投票ができたようなんですけれどもその期日前投票もどうやってど行けば、えー、イオンモールまで行けるかみたいな動線を紹介したような動画なども、えー、アップされてました。でやっぱりこういうところ細かいんですけど、えー、各候補の SNS 発信を見ていく中でやっぱり6人の候補いたら まあ、どんな SNS コンサルタントが見てもですね非常によくやってたって言うんじゃないかしら藤代さん、えー、当選した藤代さんがよくやってたように思いますで、えー、4位になった野崎高正さんも私発信すごくよく頑張ってたと思います特に序盤選挙戦が始まるまで、えー、インスタライブをやられたり YouTube をやられたり、えー、発信頑張られていました。 ただですね本選に入ってからのちょっと火力が弱くなったかなっていうのはあ思いました。期日前投票に行きましょうっていうような発信をちゃんとこの6陣営の中でどの陣営が言ってたかっていうこともちゃんと見ました。もし院にお住まいの方 印在市長選に関わった方、印在市長選を注目してた方でこの動画を聞いてる方は、あそういえばそうだよねって思うと思います。えー、それから中沢さんも同じですね。盛り上がりがあって、やっぱりね、印在の市役所から、えー、市議さんをベテラン市議でやってたから、えー、非常に動画等を見てても、あの、中沢さんの支持層も一定層いて、やっぱり、えー、今回も3番手ということになりました。 えー、2016年にはね、えー、板倉市長とも一騎打ちで戦ってた、まあ、そんな中澤さんですが「一歩及ばず」っていうところには一つは世代交代そして藤代さんがいろんな意味で準備をしてきたことっていうのが最後怒涛のように爆発したのとやっぱりこう石丸さんが出てきた後にですね他の自治体でもこれ全国に飛び火すると思うんですけど変わらなきゃ変わらなきゃ 新しいいいい風みたいな空気ってううのは若干そうあると思いますだから現職でも現職じゃなくてもあとにかく新人候補は現職以上に発信をすることこれこの間の鹿児島県知事選でもそうでしたが現職に挑んだ新人女性候補やっぱり SNS の火力が足りませんでした。あー本来もうちょっとあの保守分裂で もうちょっと接戦になるかとも言われたけれどもやっぱり SNS 量が全然足りてなかったですねこれ厳しいこと言うと新人は本当に名前と顔覚えてもらってないし全県では知られていませんですから、えー、自分が思っている以上に発信しないと誰もあなたのことを知りませんなのでしっかりと発信は次期衆院選に出る候補都議選に出る候補 地方選挙首長選挙挙長に出る皆さんししっかり発信してください皆さい皆んのことは申し訳ないけど皆さんが思っている以上に知られてないし無名ですじゃあなんでそんな無名な石丸さんが東京都ではほとんど無名だったのにこんなにね名前が。 知名度が上が上ったかやっぱりこの SNS の発信力と選挙戦中もですね一日15箇所かける、えー、17ですから、えー、相当数の数、えー、街頭演説会やったわけですねこれがやっぱ石丸さんが2位になった原動力ですでそういうやっぱやれることを全部やる選挙っていうのは大事だと思います。で、えー、今回印の藤代さんが そういう中で一番本当にやったのかなと思いました私もですね、えー、なんでこんなことを言うかっていうと最後は根性論とか熱血論みたいな話になったかもしれませんけど 最後まで選挙諦めないいっていうことが一番大事です選挙の神様勝負の神様勝利の女神がもしいるとしたらチャンスを掴んで最終最後まで試合を諦めない勝負を諦めない人に勝利の女神は私は微笑むと思います。かつて私が関わった選挙にもですね、えー、本当に選挙特番で衆院選忘れもしない50票差で、えー、一度はテレ朝さん TBS が選挙特番で相手候補に当確を出し万歳をしているところを見てました負けたと思っていましたところがその30分後、えー、日付が変わって0時10分ぐらいでしたかね NHK が当確を打ちましたそして迎える50票差で今度はこちらが勝った。だから 一度は終わった一度は負けたと思って涙をのんでて残念会反省会おつやモードだったのが一点ももう勝利と歓喜するんですけどでもやっぱりその時の選挙のことを振り返ると最終最後まで諦めない戦いでした。で 私はその時の衆院選は今でもよく覚えてるけどもう一回最後本当に応援っていうかあの行ってあげたい応援行こうって最後の三日間もう一回ね気になって入りましたこれこのまま入らないと負けちゃうような気がしたのでねで入って、えー、またお手伝いしましたそしたらあの勝利の女神というかなんかね本当にこう 雲が晴れ,晴れてくるような感じっていうんですかね50票差で勝った選挙っていうのはありました。 まあ本当103票差なんていう選挙とか107票差みたいなのも経験したことあるけどもうこういう白票を踏むような思いの選挙とかもやってでもまさかに選挙特番までそれから NHK の当日の出口調査もマイナス1負けてるみたいな選挙を跳ね返すっていうこともあるっていうことをぜひ皆さんにしていただいて最終最後まで絶対諦めないあのやっぱりね勝ちに淡白希薄だと駄目です。 もう特に各ネットを講師園な気持ちでやっていただきたいと思いますえー、今日は院在市長選と石丸真、えーさんの戦いの共通点そんなところを話しましたけれどもしっかりと選挙に戦うこれから選挙出るんだっていう方はですね、えー、諦めないっていうことをしっかり 覚えておいていいいたただきたいと思います今日は印西市長選の選挙結果から見るャオ独自の、えー、視点でお話しさせていただきましたけど、まあ、石丸慎二さんの選挙後選挙後ではですねやっぱりあの政治の風土世界ってだいぶ変わってきたと思うんですね。ここれがいい方向に変わったこと えー、悪い方に変わったところもあるかもしれない。なので、えー、やっぱりここからの政治情勢、またしっかりウォッチしていきたいと思いますので、どうか皆さん、引き続きチャンネル登録よろしくお願いいたします。まもなく私のチャンネルも1万人を突破します、えー。ぜひ皆さんをどんどん押し上げてください。チャオです。ごきげんよう。